皆さんこんにちは。今回は、4月の21日に発売する、マキアージュとセーラームーンのコラボの、私はパウダーファンデーションのコンパクトケースが欲しかったので、そちらを、もうね18日ぐらいにもう発売はしていたみたいで、私は19日に、予約していたものを取りに行ったので、早速紹介していこうと思います。お店でいただいたのはこういう感じで袋に入った状態でいただきました。で、私は、松木用で購入したんですけれども、店舗で、こんな感じでこの中の吊るす状態でずらっとたくさんもう並んでいましたので、予約をしていなくても発売日の前後ぐらいだったら全然余裕で数はあったみたいですね。で、中に入っているのはマキアージュの、こちらのムース生まれのパウダリーのこのドラマティックパウダー、パウダリー UV っていうファンデーションのレフィルですね。で、発売しているのがオークル10とオークル20だけなんですね。なので、まあ、10も明るめなんですけど、私みたいにちょっと00が欲しい人にはこのセットでは売っていないので、まあ、仕方なく今回はオークル10の方で購入しています。そして中のケースなんですけれども、もう実際実物で見た方がすごくやっぱり綺麗ですね。写真でしか見たことがなかったんですけれども、こういうねちょっとこう厚みのあるこうアクリルで、この下の部分っていうんですかね、ちょっと彫りが入ったレリーフの上にアクリルをこう敷いてあって、で色合いもピンクとかブルーとか、このセーラームーンのその仲間たちの色っていうんですかね、そういう色合いも表現されていて、で入っているこのマーク、モチーフのこのマークもいくつかこう種類がある感じで、本当にすごく可愛いんですけど、やっぱりマキアージュっていうところで結構一瞬見ただけだと全然セーラームーンっぽい感じはわからないようなデザインで、やっぱりすごく綺麗ですね。でケースの厚みはやっぱり結構ありますね、その分。で、中はですね、ここをこう押さえたらこう開くような形になっていて、中はこう透かしのあるクリアなブラックですかね、この辺の透明感のある感じもすごくおしゃれだと思います。ここにレフィルを入れて使う分になりますね。で鏡ももちろんついています。で一応ね、ここの部分に、セーラームーン、コラボレーションっていう、ここに文字が小さく打ってあります。で、まあ、このパッケージなんですけれども、一応ですね、ちゃんと、東映アニメーションと、で、ここのね、25周年記念のものだっていうことで書いてあります。で、この吊るしのこの、パッケージもこんな感じで、もうセーラームーンの限定というのがすごく前面に押し出されている感じで、で、あと、まあ、リキッドタイプのファンデーションも一緒に発売していて、で、それはこういう四角い容器に入っている、蓋の部分にさっきのこういうね、モチーフが彫られてありました。でも、こんな感じのカラフルな感じじゃなくって、もともとあるこうゴールドの、まあ、地の部分にこういう彫りが入っているっていうだけだったので、やっぱりちょっとこう、色合いとかこういう感じのコンパクトケースの方が私は好きだなと思いました。で、まあ、以前にインスタで、まあ、ちょっと軽く紹介したことがあるんですけど、まあ、今年は本当にセーラームーンがそのアニバーサリーイヤーということで、ものすごくたくさんいろんなジャンルとコラボをしていて、で、まあ、ちょっと前にこれはね多分ね今年じゃなくて去年発売していたものになると思うんですけど、これはねバンダイのそのおもちゃメーカーの方から、日本の、コスメブランドと、まあ、提携をして発売されている、これはチークなんですけど、まあ、これこのコンパクトのデザインが可愛いなと思って、これはもうコレクションとして買ったっていう感じで実際には使っていないんですけれども、こういうのも、出ています。で、あとフェイスパウダーとかも今年また新しいのも最近出ていましたね。でさらに、ちょっと前ですね、3月の中旬から末ぐらいにかけて、GU のコラボもあって、で T シャツをねこの前、2枚買いました。こんな感じのこうステッキっていうんですかね、こういうデザインが入っ
った、セーラームーンのコラボの T シャツ、これとたくさん種類があるんですけど、あとこちらのセーラーマーズの、T シャツ、みんな全員の分売ってあるんですけど、私はこのセーラーマーズのこのピンクの T シャツが欲しかったので、こちらを選んで購入しています。この辺もね、本当に安いんですよね、コラボとはいえ GU なので。でお店でも売っていたと思うんですけど、私ちょっと買いに行くのが遅かったのか全然売っていなくって、で、GU のインターネットの、公式のネットショップからだったらまだこの辺とか残っていたので、ちょっと前、最近ですね、インターネットの方でこちらを2着購入しました。売り切れているものもあるんですけれども、まだ、ネットだと結構いろんな種類まだ売っているので、気になった方はインターネットを使うのもいいかなと思います。はい、ということで今回は、限定で発売しましたセーラームーンとマキアージュのコラボの、パウダーファンデーションのケースですね、こちらをメインにご紹介しました。このファンデーションのケースは本当に予約しないと買えないかなと思ったんですけれども、まあ、意外と今だったら十分ドラッグストアで十分数ありそうなので、気になった方はぜひ早めにチェックしてみてください。私が買いに行った時にはなんか予約分っていうので、なんか後ろの方にカゴにどっさり入っていたんですけど、多分あれ100以上はあったと思います。予約してる人もいたし、でも店頭でも5、60ぐらい余裕でかかってあったので、普通にフリーで買うこともできそうなので、まだ全然手に入れることはできると思います。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。